日テレ系新日曜ドラマは安藤サクラさん主演、そして脚本はバカリズムさんでタッグを組むブラッシュアップライフ。なんと記憶はそのままで赤ちゃんからやり直す？壮大なスケールで描かれるバカリズムワールドがついに始まりました。冒頭いきなり人生最後の日一週目のというナレーションから始まった第1話は、市役所でストレスをためながらも働いた安藤サクラさん演じる近藤麻美は、その夜カホさん演じるナッチこと門倉夏樹と、木南晴香さん演じるミーポンこと米川美穂と、同級生の仲良し3人組でご飯を食べたりカラオケをしながら昔話に花を咲かせた。麻美はその帰りにあっけなく車に轢かれてしまい、33年という短い生涯の幕を閉じることに。死後と来世の間の空間には受付係がいて、これまでの人生に徳が足らなかったことを告げられ、もう一度赤ちゃんから人生をやり直すことに。知識や記憶がそのまま残る麻美は、保育園での大人の問題に陰ながら尽力し徳を貯めたようですが、次回第2話は今回の第1話での2週目の人生。学年も上がり小学生時代を謳歌するようです。だいたい90年代の中頃から後半でしょうか。当時大ブームを巻き起こしたたまごっち。麻美は未来を知っているため、ブームになる前にレア品をゲットすることも可能。さらに頭脳は大人なゆえに、勉強しなくても成績は上位を常にキープできちゃいます。保育園の先生の不倫を回避したことで、今度はレイナちゃんも同じ小学校に。そして後に結婚して離婚してしまうシーちゃんと福ちゃんも一緒。親友だったナッチやミーポンと予定通り仲良くなり、童心に帰って一週目の当時と変わらず、シール交換やプロフィール帳で遊んでいると、楽しい6年間はあっという間に過ぎていった。中学生になると大嫌いだった鈴木浩介さん演じる社会科教師、三田コングの理不尽な説教に意見をすることで徳を積むことに。高校では友達の恋愛で一喜一憂する青春時代を過ごし、大学は憧れだった医療関係の薬学部に入学したことで、一週目に付き合っていた松坂桃李さん演じる田辺とは関わることがなくなった。そうして順調に二度目の成人式を迎えることになり、中学時代の同級生たちと集まったカラオケ店で真っ先に歌う染谷翔太さん演じる福ちゃんの姿が痛々しい。10年後の福ちゃんの人生を知る麻美は、今夢を諦めさせればこれからの彼の人生で離婚をしたり、30歳過ぎてバイトをすることもなくなり、結果的に麻美自身の徳も積めると思い、ある作戦を考える。そして社会人になった麻美は、一周目の人生の裏で起きていたある事件に遭遇することに。安藤サクラさんとバカリズムさんが組むということだけで面白い予感しかしませんでしたが、予想通り開始早々バカリズムさんらしい言葉回しが炸裂していましたね。安藤サクラさん演じる主人公の近藤麻美は市役所で働いていますが、その市役所での仕事の様子の説明も普通のセリフ回しとは違うと言いますか。バカリズムさんが書かれた作品を見られたことがある人は絶対にわかると思います。仕事後に仲良し3人組でご飯を食べたりカラオケに行った際のいわゆる何気ない女子の会話もセリフっぽくなくリアルな会話のようで、バカリズムマジックで見入ってしまいますよね。
そして中盤になり、物語は展開を見せ、いよいよこのドラマの見どころであるタイムリープに突入するのかと思いきや、さらにバカリズムワールド全開でした。そして市役所の説明がここでちゃっかり回収されていて、描き方がうまいと思いました。その後も志田未来さん演じる妹の遥香やナッチ、ミーポンとの何気ない会話が人生2周目でちゃんと伏線回収されていてすっきりしました。さて今回のメインテーマとなるタイムリープですが、もし本当にできるとしたら皆さんはどうしますか？天の川や黄泉の世界的な死後の世界の窓口で、大割り食いか、もう一度人生をやり直すかという選択肢を出されたら、当然人間である自身の人生を選ぶとは思いますが、タイムリープというのがポイントですよね。浅見で言うなら、それまでの33年間生きてきた記憶がそのままだということが、良くも悪くも影響してきますよね。実際に浅見も自ら動いたり食べたりできない赤ちゃん時代を退屈に過ごしたり、また大人の目線で当時は分からなかったことが見えてきてしまう幼少期を過ごすことになり、同世代の子よりも字を書けたり、勉強をはじめ世の中の物事やさらには未来までも分かるとなれば、うまく活用することで楽しい人生にもなり得そうですよね。今回のお話でも、保育園の陽子先生と保護者の不倫を回避するために、33歳まで生きた一周目の人生最終日に得た情報を最大限に活かして、心以外は用事ながら頑張っていました。可愛い子役の子が一生懸命演じている中、心の声として安藤さんがナレーションされている点も面白かったです。スマホに慣れていると公衆電話やポケベルなんて不便でしかないけれど、30年近くタイムラグがあると逆に新鮮に見えてきますね。今回のお話では1周目の人生と2周目の人生の幼児期が描かれ、早速未来を変えてしまいましたが、これは後に影響してこないのかが気になります。タイムトラベルやタイムリープ系のドラマや映画では、過去を変えると未来もおのずと変わってしまったり、タイムパラドックスを生じるなどありますが、この問題をバカリズムさんがどううまく使ってくるかとても楽しみです。また人の天命は決まっているということから、やっぱり2週目も33歳のあの同じ瞬間までなのでしょうか。徳を積めば大割り食いなどのなりたくない人間以外のものに来世はならないというだけで、人生が伸びるとは言っていませんでしたよね。バカリズムさんが脚本を書かれているだけに、こうしたへりくつ的なこともついつい視野に入れて見てしまいます。次回のお話では、小学生から成人式までと一気に2週目の浅見は成長していくようで、さらに自身のためか福ちゃんのためか、彼女はまたしても未来を変えようとしていますが、一体どうなっていくのでしょうか。次回第2話は1月15日に放送されます。ぜひお見逃しなく。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。